んですか。ガッツカンとりあえずそこであはちょっと、なんかこうなっちゃったよと、うん、足ってどうなったら抜けるかとか分かります？どうなったら足ってどういう状態になったら敵に抜かれちゃうとか分かります？分かんないですか。足、腰と腰をキュッてくっつけとけば、はい、足で抜かれないんですよ。なんか抜けねえな。今ね、これこうぶら下がってるんですよ。ちょっと分かりやすいように四つん這いになってる。こうすると、なんか抜けなくね。で、あと、まあ、彼、なかなかうまいんで、右つま先を俺の右膝に引っ掛けようとしてきます。引っ掛けて、ここ引っ掛かると、さあ抜いていい。ほうほう、なんか腰と腰の距離ができちゃったのは分かります。だけど、それされなきゃいいんですよ。他に手ないんで。ももが絡め、まあ、どこを絡めてるかが問題なんだけど、もも絡んでたら、よっ、右手脇じゃない。右手はなるべく腰の近くから抱く。できれば足もこう、相手の、足の根元っちよりも、お尻を絡んでしょ。で、感じたのは、この膝をこっちに出さないこと。こう出てると、ここ引っかかっちゃうと抜かれるんで、だから、こう、この膝を寝かしてると引っかけられるから、天井に向けとくね。おはようございます。これで抜けなんだよね。でさ、なんていうのかな。で、今なんか、だからね、こっちが考えることは、まあでも劣勢なんでさ、で、こっちが考えることは、やっぱ相手をちょっと焦らせるよと。なんで今みたいに抜けなくなれば焦るわけじゃん。ちょっと抜きたい。そしたら、まあボブに戻しに行くわけだな、さっきな。なんか困ってるな。でもどんどん頑張ってるな。ほらほら、なんか膝入っちゃったね、俺に。だから、そう、相手がなんかこんなはずじゃと思って腰を遠ざけようとしても、くっつけよう、俺はくっつけてる。だけどもっと遠ざけようとした時に、俺がポンと離して、で、ここで膝入れたり、つま先入れちゃったり、すればガードに戻るんだね。だから、まあよく、ハーフガードされたと、まあすごい教則の大体が多いのはこう、なんか足ダメとか言うんだけど、これも引っかかったら俺これ下手くそでできないんですよ、実は。下手なのか、股関節が硬いからか、知んないけど。で、俺が思うに、多くの人がそこからこう、あ、ハーフになっちゃった、いや、足出さなきゃ、まあ、パスしていいぞ。なんかパスされるんだよね。だから、まあ、やれる、こうやってクロス戻すのやれるんならやればいいけど、できない人の方が多いんじゃないかなって思うんだよね。だから、ちょっと待って。俺とか、そんなに体重もないし、なんだっけ、体も硬いんでもいいかし、俺とか、こう、膝、ふっく入れる方が好きなんだよね。この方が、俺はこれは入れやすい。だけど人によってはフックは入れづらいけど、クロスの方が戻しやすいですわって人もいると思うんだけど、まあだからそう、自分が小さくて相手が大きいと能動的にガードに戻すっていうのはすごく難しくなるから、今みたいに相手に抱きついちゃったりして相手が困って変な動きした時にガードに戻すようにした方がいいと思うんだけどね。